どうも、シュンスティービーです。過去の動画見てくれた人は分かると思うんですけども、ベンソンとジョンソンに勝利をしまして、なんとかボーピープやジェシーたちも取り返すことができました。ダッキーとバニーの悪知恵に感謝ですね。そして結構コメント欄で多かったのが、シュンさん、せっかくジョンソンとかに勝ったんですからパーティーをしましょうよと。確かに一回ここでパーティーをするっていうのはありですね。まあもちろんポリスステンチーとかジェニーちゃんを早く取り返さなきゃいけないんですけども、でもポリスステンチーとかジェニーちゃんは今向こうに操られて仲間になってる状態なので、やられてしまうことはないんですよ。ボーとかジェシーはいつやられてしまうかわからないっていう状態だったので、すぐ助けに行く必要があったんですけども、とりあえずポリスステンチーとジェニーちゃんは今は安全なので、取り返しに行く前に一回パーティーをやりたいと思います。さあ、おもちゃのみんなと一緒にパーティーをするということなんですけども、今日はですね、マクドナルドパーティーをしたいと思います。おもちゃにマクドナルドに買い物に行ってもらって、そしてみんなで仲良く食べたいと思います。マクドナルドに買い物に行ってもらうおもちゃは、やっぱりね、まだ行ったことがないスマイリーロックさん、はい、スマイリーロックさんが買い物したらどうなるんだろうってちょっと気になるので行ってもらいたいんですけど、スマイリーロックさんどうですか？あー、わしは喋るのは得意じゃが動くのは苦手なので、他にもおもちゃがいると嬉しいですね。まあそうですよね。そして他に言ってもらうのが、はい、リトルグリーンメンです。このリトルグリーンメン3体とスマイリーロックさんで一緒にマクドナルドで買い物に行ってもらいたいと思います。じゃあね、もう買ってきてもらうものは指定しちゃおうかな。じゃあ僕ね、結構食べれる人なので、ハンバーガーと、ダブルチーズバーガーと、あとマクポと、あとそうだな、ナゲットも食べたい。あ、ポテトもお願いね。あとそれから、あ、シェイク、プッチンプリンシェイク今あってすっごい美味しいので、プッチンプリンシェイクもお願いします。はい、シュンさん、覚えられるかどうかが不安ですよ。まあ大丈夫です。うまく買い物できなかったらそれはそれということで、あ、ナゲットはコーンポタージュ味でお願いしますね。わかりました、なんとか頑張ってみますよ。では実際に行ってきてもらいましょう。はい、では今日はですね、このメンバーで買い物に行ってもらいたいと思います。まあ、なんだかんだ初めてで、リトルグリーンメンもスマイリーロックさんもね、不安がいっぱいでしょうけど頑張ってください。ここによいしょ1500円置いておきます。で、余ったものは募金箱に入れちゃって大丈夫です。マクドナルドに募金箱ありますからね。で、一応不安でしょうから、僕の今持ってるこの iPhone もちょっと持ってってもらいましょうかね。よいしょ。はい、iPhone も渡しますので、何かあったら電話してきて大丈夫ですからね。ではみんな無理しないで頑張ってきてください。ではいってらっしゃい。買い物。ああ、皆さん協力して頑張りましょうね。いやー遅いなー、結構時間経ちましたけどね。いやー心配ですね。初めてですからね、スマイリーロックさんとリトルグリーンメンが買い物に行くの。おお、帰ってきたみたいです、帰ってきたみたいです。ちょっと開けてみましょう。よいしょ。いやー、スマイリーロックさんたちに渡した iPhone を今とっさに回したんですけど、見てください、みんなが買ってきてくれましたよ。しかも、おお、シェイク、ストローをさしてもらったんだね。じゃあちょっとすぐに飲まないと、シェイクはね。でもみんな本当にありがとう。とりあえず中に入りましょう。皆さん、スマイリーロックさんとリトルグリーンメンたちが無事帰ってきてくれました。もうシェイクはね、ちょっとストローさしてもらっちゃったみたいなので、もうすぐにこう飲んでるんですけども、プッチンプリン味めっちゃ美味しいんですよ。
いやいいですねこれ、最高の味ですね。いやそれにしてもみんなちゃんと買えたんだね。あーしゅんさん、買うところを撮影しようとしたのですが映像がうまく撮れていませんでした。あでも音声は撮れてると思いますよ。マジか、そうか。じゃあちょっとそれを実際に聞いてみましょう。僕たちを待っている。ああ緊張しますね。マクポを一つ。はい。ごめんなさい、もう一度。マクポってありましたっけ？マクポ、はい、ですね、こちらですね。ああこれじゃな、これを単品で一つと。あとダブルチーズバーガーのセットでポテト L サイズと飲み物をプリンのシェイクにできましたっけ。プリンのシェイク、このままのお値段で S サイズプラス20円で M になります。あ S サイズの方でお願いします。はい、あとトッピングでハンバーガー1つでおしまいです。よろしいですか。はい、910円ですね。どこから来てポイントカード。いえ、カードは持っていません。わしは石なので。あ、すいません。もう一つ忘れてました。ナゲットをお願いします。ナゲット、はい、すいません。じゃあ、ここ入りでよろしいですか？はい、ここ入りで大丈夫ですよ。そうすれば今こちら4種類から1つですね。ああ。よくわかりませんが、このコーンポタージュっていうやつでお願いいたします。すみません、こちら両方の番号になりますね。こんなわしに買い物させてくれてありがとうございました。マジか、すげえ、スマイリーロックさん、本当にちゃんと買えたじゃないですか。リトルグリーンメンたちも本当にありがとう。いや、最高ですね。もうマクドナルド大好きですから。あ、そうだ。もう一つ、皆さんからコメントで多かったのが、しゅんさん、おもちゃってご飯食べるんですか？マクドナルドのハンバーガーとか食べるんですかってよくコメント欄に書いてあったんですけど、おもちゃたちも実際、マクドナルドのハンバーガーとか食べるんですかね？よし、ちょっとやってみましょうか。あ、そうだ。この続きを明日アップロードしますので、おもちゃたちがハンバーガー食べるのかどうなのか、ぜひ楽しみにしててくださいね。では、明日またお会いしましょう。さようなら。あー、皆さん、初めての買い物はとっても緊張しました。あーでもマクドナルドの店員さんがとっても優しくしてくれたのでなんとか買うことができましたよ。あーさてスマイリーロックの質問コーナー。スマイリーロックに質問です。虫は好きですか？あーわしは石なので虫とは仲がいいんじゃよ。なので虫は大好きですよ。スマイリーロックさんに質問です。ステンチーの兄弟みたいなおもちゃ作れば。あーとってもいいアイディアですね。あーでもしゅんさんがこの前言ってました、100円ショップであの真っ白の人形が最近売っていないと。どこかで見つけたら皆さんぜひステンチーを作ってみてくださいね。スマイリーロックさんに質問です。予言はできるんですか？ああ、わしは予言はできませんよ。未来を見ることができません。過去のことはよく覚えていますよ。スマイリーロックさんに質問です。スマイリーロックさんは食べ物を食べることはできますか？ああ、とってもいい質問じゃな。わしらおもちゃが食べ物を食べることができるかどうかは次の動画じゃな。しゅんさんがマクドナルドのハンバーガーをおもちゃが食べるかどうかをやるそうなんじゃ。わしらもとっても楽しみじゃよ。
あー皆さん、次回の動画でマクドナルドパーティーとっても楽しみじゃよ。またお会いしましょう。